塗装は材料の表面を塗料の被膜で覆う表面処理の一つである。半分塗装された阪急電車中津駅近くにある鉄橋。塗装されていない側はハゲやサビが目立つ。塗装は一般的に物体の装飾や保護、防サビを目的として行われるが、建築物などでは通路とそれ以外のスペースの識別などにも使用されることがある。なお、 同様の目的でメッキを施すこともあるが、塗装の多くは表面に被膜となる塗料を常温、大気化で塗布することができ、より簡便である。ただメッキに比べると塗料の性質上強固な被膜とはなりにくい。金属の多くは大気中の酸素に触れることで酸化し錆を発生させるが、この鉄の場合は表面の錆が 内部に向かって侵食する性質が強く、多くの鉄製品では、塗装が必須である。また単純に見栄えを良くするための装飾の目的でも、塗装はしばしば行われる。塗料にも目的によって様々な性質のものがあり、防錆用に、耐光性に優れ厚い皮膜を作るものから、装飾用に耐、光性に優れ発色よく光沢ある表面に仕上がる、もの、艶消しなど、 特定の性質を持つものなど様々である。これらには、おの得のえて増え手があり、その目的に沿って使い分け、あるいは、重ね塗りが行われる。また適切に重ね塗りすることで、単一の塗料では得られない強固で見栄えの良い塗装を行うことができる。塗料と被膜の平均的な厚さが同じ場合は、特に均一に施された塗装ほど長持ちするが、 これは一度の塗布では難しい場合がある。このため単一の塗料でも重ね塗りする場合があり、その際には前回と同一の一定方向に向かって、対状に塗布していくのではなく、前回とは直角になる方向に塗布していくことで、塗り半を抑えることが行われる。なお、塗装においては、塗装をする対象物の塗装面の材質にあった塗料を選ぶ必要があり、場合によっては、 塗料の性質に合うように塗装面にシーラーを施すなどの下処理が必要となる。建築物の外装、床等の塗装に使われる。塗料を霧状にして高圧空気と共に吹き付ける。自動車を補修する場合の部分塗装などに使われる方法である。吹き付け塗装の一種で高圧空気を使わず、塗料を高圧にしてその圧力で噴霧する方式。 高圧空気中の水分を嫌う塗料などに使われる。建築物などの大型のものに対する塗装として使われる。大型のゴムロールに塗料をつけ、これを日塗り物に塗布して厚みの一定な塗膜を作る。主な例として平板にこの塗装法が適している。一般的に120摂氏200度の温度で30分以上加熱し、塗料を硬化させる塗装を言う。 強制乾燥塗装と似ているが、焼き付け塗装は、焼き付け効果型の塗料を使用するに対し、強制乾燥とは、自然乾燥タイプの塗料に熱を加え強制的に、早く乾燥させることを言う。焼き付け塗装には、メラミン焼き付、け、アクリル焼き付、け、ウレタン焼き付、け、フッ素焼き付け等がある。新種塗りとは、塗料中に、火塗り物をつけ、その後引き上げる。 表面に凹凸があったり複雑な形態をしたものに適する。俗称ドブ付け塗装とも。付け込み、引き上げとも時間をかけ、塗料中の泡が付着しないように注意を要する。日本ではプラスティディップとも言われるが、これはプラスティディップインターナショナル社の登録商標である。電極とひねり物にそれぞれ違う極性のインカ電圧を付加して、 その間に塗料を満たした状態で直流電流を流し塗装する方法。一般的にアニオン電気塗料とカチオン電気塗料の2種類がある。現在の防食を目的とした電気塗料のほとんどはカチオン電気塗料に置き換わっているがアルミサッシや家電製品にはアニオン電気塗料が使用されている。電気分解の際に日塗り物が陽極となるアニオン電気では海面が 酸性雰囲気になるため暴食に不利であるという説が定説だが必ずしもそうではないことは広く知られている。塗料は極性溶媒中に分散された状態であり、一般に普及しているカチオン、アニオン電気の石質原理は水を電気分解した時に発生する水酸化物イオン、またはヒドロキシルイオンを利用して中和反応で電気的な安定性を失った。 塗料粒子が凝着するというものである。特殊なものでは電解活性型カチオン電気があり、マイケル負荷反応を利用した電石で絶縁塗料等に用いられている。塗料粒子が顔料でサブミクロン単位、エマルションで数十ナノメートル単位の粒子であるところから、原外ろ化膜を利用してろ過し、ろ過水を洗浄水として利用して塗料を回収する回収水栓システムが 一般的に普及している。塗料のタイプは、防食用にエポキシ樹脂、耐光性用にアクリル樹脂を用いたものが一般で、そのハイブリッドタイプも実用化している。カチオンタイプは酸で中和して安定化させており、アニオンタイプはアミンで中和して安定化させているため、それぞれ特有の周期がある。焼き付け型の塗料であり、多くがブロックイソシアネートを硬化剤としている。 触媒として有機鈴が用いられてきたが近年欧州環境規制に適合するため繊維金属等を用いたものに変わろうとしている。塗膜の膜圧や塗装管理しやすいことから人件費節約目的で電気塗装を採用するケースが増えてきている。ひねり物を正極、噴霧状にした塗料を不極に帯電させ電気的に塗料を ひぬり物に吸着させる方法で、工場における連続塗装法として用いられる。粉体焼き付け塗装とも、粉末状の樹脂からなる塗料を静電気により、ひぬり物に付着させた後、加熱溶解して塗膜を形成する。静電塗装や焼き付け塗装に似ているが、塗料はあくまでも固体の粉末であり、また、塗膜の効果は冷却によるもので、 熱硬化反応を用いていない。紫外線硬化樹脂をベースとした塗料を使い、ひ塗り物に付着させた後、紫外線を照射し硬化させるもの。熱効果や乾燥効果ではないので、乾燥炉を必要とせず、現場での作業に公的でもある。ありがとうございます。